はいどうも、最近涼しくて非常に良きミストです。はい、本日もですね、統創学やっていこうと思うんですけども、今回はネタ企画となっております。題してメイン投資キャラのみで PE 野手を作ろうということでですね、今回使用するデッキがこちら、ユニオームレンチャン野球マスクともえ全財前健さんキレルということでですね、5上限の打撃5枚、走塁1枚、筋力が3枚編成となっております。で、今回編成してるキャラみんなね、メインポジションが投手となっております。はい、野球マスクも投手ですね。で、ともえも、はい、投手ですね。で、全財も、はい、投手ですね。で、前健さんもちろん投手ですね。で、最後にキリルもメインは投手ということでですね、こちらのデッキ編成で頑張って P 野手作っていこうと思っております。まあ、打撃5枚もしっかり詰めておりますので、タックさえ引ければいけるんじゃないかなと思っております。はい、千丸キャッチャーでやっていこうと思います。さあ、ちょっとマイケンさんをこんな形で使うとは思ってもなかったですけどね、ちょっと頑張っていこうと思います。まあ、レンちゃん野球マスク全財キルと、まあ、普段使ってるキャラですので、うん、まあ、そこら辺のキャラが進化を発揮してくれれば問題なく育成できるんじゃないでしょうか。てかさ、これマイケンさんちゃんと守備メンタル練習官も来てくれるよね、まあ、そこは大丈夫だよね。さあさあさあ、得意練習の変換を生かしていく、まあ、発想ですよね。統創学園ならではのサクセスだと思っております。ナイス。まあ、ただ金徳査定というところが普段のデッキと比べてちょっと低くなってると思う。うーわ、何これ。なぜそこに固まった。今日金徳査定が低いから、ああそうじゃん、コンボあるじゃん。うわー、どうしよう、多分民衆足りないから俊敏さにしとこうかな。これ何もらえんだっけ。あ、守備職か。まあいいでしょう。下が筋力で2だっていうのは覚えてるんですよね。戦国の時使ってたんで。え、めっちゃ練習強くないっていうか。今のところ練習が強すぎるんですけど。これ期待しちゃっていいかな。キンコンカンコン。まあ、バットイベは早めに起こってくれれば。うん、後々楽ですからね。おお、評価上げ順調。ここ、全財、ちょっと怖いな。今までちょっと華麗にかわしてきてはいたけど、でも行く。オッケー、怖いね。お、効果早い。さあ、で、総力上限がないので、まあ、総力は、まあ、F35 とか、まあ、D とかで止めちゃって、で、そうだね、各集客等に振っていくっていう感じを取っていきたいと思います。あー、今度は取られそうだな。ここまでちょっと運良すぎたもんね。ただ野球マスクに取られた場合は9月4週に、まあ、下克上イベントが確率に発生しますので、まあ、それを生かしてまた取り返していけたらいいかなと思ってます。代打、代打と、そうだな、球地も取りたいな。いや、いっか。お、マイケンさん、ヤシコツ持ってるのかな。おお、来ない。あ、高速チャージ。なるほどね。確かに、フィールディングうまいっすもんね。さあ、めちゃくちゃ順調に来てるんですけど、やる気がどん底に落ちた。これで巴上げていこうか。ラブパ来ないかな。まあ、まあ、B 小骨。B 小骨じゃない、総肋骨だ。やる気、うわー強い。いやー、これやる気あったらもっと強かったでしょう。悔しいね。ランパ、ちょっと練習順調すぎない？大丈夫これ。後半失速する未来しか見えないんだけど。まあまあ、巴の評価がちょっと上がってないですね。まあ、敏捷いっとこうかな。コツコツやる気を上げていくか、ラブパー行くことはできるのか。いやー、コツコツタイプね。長尻、まあまあ。で、さらにやる気を上げて、待機。
まあ、ともえさん、やってますね。まあ、ともえはこっち強いですからね。それも生かしていきたいね。チャンス降格、阿部日だっけ。いや、さっき総力、コツをもらってからあげればよかったね。まあ、それそんな変わんないか。さあ、阿部日か、チャンスか。なんでもいいな。なんでも強いわ。なんでも強い、言うたのに。全財、ナイス。これはまあ、プロテインですね。さあ、からの筋肉。うわ、何それ。え、なんかめっちゃ練習固まるんだけど。じゃあ高速チャージ取らなきゃ。いやー、これ筋力ポイントだいぶもうお腹いっぱいだぞ。これすげえな。得意練習率アップが仕事しすぎ。しかももらえるポイント、うわー、これ筋力多分秒で溢れるね。さあ、転校生誰を引くことができるのか。忍耐引いた、促進いいんじゃない。お、右京初めて来たかも。忍耐促進、まあ上々のスタートじゃない。しかも打撃の神宮寺と走塁の右京、めっちゃいいっすね。あるよあるよあるよ。筋力はお腹いっぱいなんだよな。これ一旦デートでいいかもな。いや、結構みんなポイント入ってますね。育ってますね。何が足りなくなるのかちょっと未知数なんだよね。まあデートしていって、うん、いいよ。走塁、あー惜しいな。アンダー製造機、あー、そうだ、今回アンダー製造機取らなくてもいいのか、別にあの新アンダーにできないんでね。君がなかなか強いけど、ここは武器を上げに行きましょう。ラブパコライだったらコツも強いよ。コツもいいよ。うわ、何それ。でも筋力はもういらないと思うんだよね。多分おそらく乾燥してるでしょ。あ、乾燥はしてないのか。で、これ右京を入れに行こうかな。なんか思ったより敏捷稼げてるんだけど、受けるな。登録条件しないとは言ったものの、しないというかできないと言ったものの、下手したら S まで上がるかもしれないですね。633、まあタイプさせるのもちょっとかわいそうっちゃかわいそうだけど、まあもらうか。陶器もあげたいです。さあ、なんかお前強いな。大器、くそ。ちょっとまだまだ遠いね。マスクはもう筋力お腹いっぱいレベルに入ってますと。打撃いくとあれなんだよね。監督が邪魔してくるので回復がなくなってしまうと。まあ、ただ監督評価上げつつ、ともえの優秀なコツを取りましょうか。ナイス。あとは、まあ、筋力総力でいい練習引けてますんで、唾液のでかいの方欲しいですね。いいですね。それそれそれ、早く投球を上げると。ナイスラウパ、いいタイミング。エースの覚悟、これは健太の話を聞くですね。で、マイケイさん、次の2回目で明鏡止水確定となってます。強い。これ取った方が良さげだな。ただ次練習がしんどくなるな。しかも251と同等じゃん。これは金広角初級でエースキラー取って一気にまくる。 OK、 264もなかったね。次のちょっとメンタル練習にかけようかな。これはちょっと入れた。プラス33はマジでかいね。
回復イベントもちょっと祈ったんですが、うわー強いなー。いやー今のやっぱラブパ回復が安定卓だったか。これはちょっと踏みたいな。怪我覚悟でいきましょうか。筋力おそらく足りるから怪我も取っちゃおう。もう総力も上げちゃいます。このペースでいけば多分足りるんで。で、取るであろうこっちも取っていこう。いやー頼む通ってくれ。よし、でかい。金まあまあ。で、ここで明鏡止水かな。確定。まあ、査定はそんな高くないですからね。まあ、錬成骨が欲しいところではありますと。さあ、タック来てないんで、取りたいな。まあまあ、まあまあ、まあ、モブしかおらん。固まってるから肩練習行くのもなしではないな。てか前剣さん強すぎな。前剣さん強すぎるんだよな。野球マスクより強いですからね。ちなみにちょっと整骨、いやちょっと陶器上げを優先にしていきます。321まで。これでもまだマスクに届かないか。この筋力313プラス14か。プラス14いくか。プラス5。まあ。いやー難しいところだね。今やる気が上がってる状態だもんね。じゃあ取っていこうか。早く追いつきたい。お、いいね。この感想マジありがたい。さあそして大吉を引いて、さあからの、おお、キリルから取れる。でかい。持ってるんでしょ。いいですね。オッケーオッケー。これマジでかい。ストレートキラー取っちゃおう。4番。筋力はもう絶対余ると思うんで取ってしまいます。パワヒモ、パワヒモちょっと様子見ようかな。これ上げすぎかな。いや大丈夫だよね。これでいこうか。よーし、これで一気に追いついてきたね。やる気アップイベント引ければすぐ1になれそうです。巴のリンゴ打撃、まあまあ、ソウルが強いね。あ、え、マスク取れちゃうの、もういいんですか。338か。うわー際どいやつきた。338、あ、わかんねえんだよこれ。マイナス3はないでしょ。あ、 OK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 。イベント来たら筋力溢れそうだけど、まあいいや。え、なんかめっちゃ順調じゃない。あ、ちょっと乗ってなかったな。待機、これはちょっと点入れに行こうか。こいつ何もらった。あーと、ハイボール、まあまあ、なんか下の方に固まってんな。カット打ち4ギャグかな。なんか普段のサクセスより強い気がするんですけど、気のせいですかね。オッケー、美味しい便所で教わる。まあ、巴も筋力査定ちょっと低いですからね。万病とこと。筋力。マイケンさんからちょっと取りたいな。
武教メンタルは微妙じゃない？お前強いな。てかお前タイブ、あ、大丈夫か。これどこ行く？こんな守備とかバラバラ練習行くくらいだったら取るか。300点弱、こっちも300点。いやーちょっと渋いなこのターン。まっしゃーなしか。コツとかあったら練習踏もうかなって思ったけど、いやお前で。セクリどんくらいいった？ちょっと次の転校生怖いね。8900、いいじゃないでしょうか。普通にいいのではないでしょうか。さあちょっと孤児引きたいね。威嚇剣術か、ここで落ちるか。その嫌な予感してたんだよね、転校生見た時に。まあ、このメンバーだったら威嚇してもいいかなって思ってきた。ということでシラス、ちょっと経験点強いのでシラスと、ミオちゃんかハッチ、ミオちゃんかハッチ。なんかどっちでもいいな。臨床にしとこうか。現実の方が強いしね。総理は引けたけど大器は引けなかった。それ3つ、ちょっと待ってよ。臨床いらない予定がこれ普通に稼げてしまってるんだが。マイケンさんが強い、もっと強くなる予定だったんだけどな。でもこれだけ、いやーでもこっちか。パワー引っ取っちゃおう。こんなもんかな。ちょっとセクさんは今ある経験点で耐えて、セク4は、セク4こそね引いていきたいですね。強い転校生、これは強い。打撃タックも踏みたいけど、ここは取り行こう。筋力あれだな、あ、そっか、キャッチャーだからホーム死守の方もらえるのか。あげちゃおうかパワー。よし、まあ忍耐引けてるのが救いと。イベントも大丈夫かな。巴も結構強いよね。でまたしてもマイケンさんと。でもここは打撃、まあしらすでもいいけどね、一旦。ただ打撃の方にしようか。経験点優先でいきます。ナース。キリルのが弱かったんだ。ちょっと待って、それはあまり良くないな。センザーに勝ってほしかったな。キリルはタイムすることないけど、って感じだな。でセンザーが早速来ると、キリルも来ると。まあ肩かな。どうなんだろう、持ってる経験点がセクヨにはなくなるからね。そうなった時にどうなるか。メンタルで強いの欲しいんだけど、筋力臨床も強いな。ただここはいやー臨床タイミングだな。他にも強いキャラいるから、ここは技術の方入れていこうか。前座の経験点を返せ。
回復イベントが欲しいんですけど、なかなか来ないね。これメンタル。キリルだけど、これギリギリか？あ、ギリギリだ。よかった。怪我しにくさが効いてますね。そしたらメートルさばこう。なんとか耐えてる。きた、マイケン体操強い。この回復がめっちゃ強いんです。夜あたりも取れると。おお、これちょっと経験点入れていこうかな。マイケンさんも、あー、強い練習が同時に来る。めっちゃ硬い来てるなこれ。ただこの2人に経験点入れるの大事な気がするんだよね。悩みますねこれ。どうしよう。いや、冷静に入れに行くか。ハマる確定かな、こうなったら。ラドパンを引けたら強いからね。来ないか、オッケー。シラス頑張れ。うおいおいおい、シラスパイセン。総類神宮神宮寺、まあそうだよね。まあこれは走塁でラブパ回復でいっかな。全財と野球マスクはね、臨床ポイントめっちゃ持ってるんすよね。まあただ他の練習が渋いんで、飛んでいきましょう。うわー、マジかよ。まあまあまあ、ある意味回復だから、いっか。筋力キリル。微妙。これは野球マスクかな。もうある意味筋力がメインですね。あと表の野球マスク、表じゃねえや前夢のこと表っつっちゃった。よし、なんだかんだ筋力きついな。よし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 、あと前在1回と。1回ですかな、前後で。お、前剣さん。ちょっともらっていいっすか、その筋力ポイント。集客でさばいて。弾道。肩しかないか。よし。で、臨床来てくれたら最高ですね。オーケー、完走。ナイス。来てるんじゃない？前在は違うけど。あー、違った。マイケンさん、まあまあ。ここ、メンタルでもいい気がするけどな。ただ、このポイントはドンピシャで嬉しいね。そうだね。ここで鶴瓶打ち。神宮寺。もう、モブにやられすぎじゃない？やばいでしょ、これ。あ、なんだかんだでも右京だけか。キリル。お、これメンタル期待したい。お、マエケンさん、ナイスすぎる。それは、あ、でもそっか、補給上限もいってるのか。気づいたら。チャンス、あ、阿部ひまら取ってなかったんだ。鶴瓶リベンジ。あ、ラッキーボーイとあと守備でいいか。ナイス。ただ結構ポイントスカスカになってきたね。右京グッバイ。さあここでマジで経験点ブーストでいきたい。19,600! めっちゃ出てんじゃん、普通に。あるよ、あるよ、あるよ。
お願い。コーチナイス。あー、一枚か。まあ、いいでしょう。五十嵐が一番いいかな。水鳥もこうやって見ると悪くはないですね。で、保管が、保管が刺さるか。保管刺さりやつね。だから神宮寺としてはそんな強くなかった気がするんだけど。ちょっと怖いのが、保管した結果、全財がタイブラインに行ってしまうというのが一番怖いんですよね。ただ、ちょっとでも経験点入れるって考えたら、保管か。攻めていこう。よし、最悪な事態は免れた。目標は PE。お、神宮寺が早速。神宮寺だけど、なるほど、印象めっちゃ欲しいね。精神さばけるのがもう書くしかないか。ってなるとイブシギン窮地、上り調子。ああ、それにも溢れるか。もう一押しか。通だかな。オッケー。印象全財か野球マスク総理練習に来ればいけるはず。キルもいいね。はい、うわー、来た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 。いいよ。もうこれはノールックで踏んでいきつつ、あ、忘れてた、トモエのことすっかり。っていうか前目、そうか、これだとマスクとトモエで2人いるのか。打撃8微妙キル、まあまあ、なるほど。なんかデートでもいい気がしてきたけど、まあ打撃タックルも経験点だよな。トリプルだったら考えるけどって感じか。5月4週に回復があるんですよね。って考えたら、いや、攻めていこう。ちょっとでも経験で取っていく。イベント来てくれ、あと2回。ああ、来ない。メンタルびっくりしてるよ。筋力強かったな。はい。ってなるとデートかな。いや、この練習普通に強いね。3人か。いやー、でも体力マックスに戻したいよね。オッケー。あとは巴が1回。キールどんくらい持ってる。ああ、そんな持ってないな。まあ進むメンタルかな。ちょうどもらった逆襲アイコン取りつつ、こんなんでいいんじゃない。このタイルキープは美味しいと。よし、ここもスタメン取れたので、行きましょう。よしよしよし、なんとか基礎本能までゲット。巴小ず大輝。マイケンさんは、あー、結構もう
カスカやな。ただ神宮寺敏将、それは偉いんじゃない？これは入れておく必要がありそうですね。長老基礎本能もらったし、で盗塁取って拓也、もうちょい余裕みたい。オッケーオッケー、よし走った。失敗っす。その体力ダウン痛えな。しらすキリル、わあ全財、それは強い、それは強い。まだまだポイント持ってるモサがいました。モブもまあそこそこ強いやつがいるんで、うまく噛み合ってほしいな。まあまあ守備、筋力、大気、これは守備かな。もう進むの経験点が筋力一択になるけど、もう取ってる余裕はないな。筋力タックすげえ行きたさあるけどね。タイブするのが神宮寺、ハッチが生き残ったか。シラスも、そうだね、進むが持ってるし、敏将次筋力だな。オッケーオッケー、なんとかうまくやりくりできました。さあ筋力、あー来なかったけど悪くない。うわー、あーお前じゃね、メタルも強いな。ただここはちょっと筋力、あー全財か進むが来れば強いのか。いや一旦ちょっと筋力入れた方がいいね。印象カンストがちょっとすごい眩しく見えましたが、ここはちょっとバランス取りに行きます。でデート3回目も視野入れつつ、あとは全部練習する感じでいけたらいいかなと思ってます。阿部比が取れてないのか。他は、まあ、ほぼ全部取りましたね。まあ練習踏むことないだろうし、いや一応残しとくか。さあここの練習渋かったらデートですね。悪くないな。ほう、わー悪くない、いや悪くねー、何その悪くねー練習の集い。560点くらいでしょ。あーなるほど、キリル打撃がベストだったけどな。まあ肩っすね。メンタル渋かったらデート。うわーお前それないわマジで。強かったじゃんメンタル。かき橋マジやめろや。何がかきん橋んやねん。メンタル下がるんですけど、ギューインと。バランスもいい。よし。あとは、お、それはでかいね。ちょっとでも絞り取って、キュッキュして。あー、まあ、悪くはないよ。肩、守備、メンタル。打撃だね。それは打撃のでかいタック。まあまあだけどね。集客上げて、うん、筋力がちょっと抜けましたね。これでってことは守備とメンタル練習がベスト。まあまあきた、守備メンタル、くーすかすか、これは打撃しかないな。もうタックも強いんだけど、
わー、あの日直のせいで最後怪我率を患ってるかもしれない。これ一回メンタル踏みたいね。50まではなんとか来た。さああと2ターン、ちょっとどっかでメンタル練習の救いを。悪くないな大輝。それやりすぎ。守備メンタル、あー最高。さあ気がけ最高。ちょっと臨床がこんなもんかな。オッケー。でもう守備練習でツモだね、これ完全に完全に守備練習でツモだわ。もうあと阿部飛をどうするかだけど、ああ敏将でもいいな。前在の敏将カンストでも全然いいっすね。さあ頼む、やはり最後の壁は敏将ポイント、お願いします。守備肩ソリ、ありがとう前健さん、君が主人公だ。いやでかいわこれ。これで架空さばいてめっちゃいい感じじゃない？バランス。なんなら敏将余るくらい。来た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 。ちょっと待ってマジで。阿部飛ギリギリなんだけど。で角上げる。え完璧じゃない？え角集客60くらいまで見えますね。高上限いった。もう取りたい。あこっち全部取った。いやこれで P 行かなかったらもう知らんわ。いいよ投げちゃって。はい、ということでやりきりました。エピローグ全財とかもあるからね、そこそこ伸びるんじゃないかな。ドラフトも2位。さよなら男からのレンちゃんと経験でどれくらいかな。1万9000折り返しからの3万。あやっぱセクヨン伸びてないな。どうだろう、5上限だし106もないし金鉄査定も低い。査定振っていきたいと思います。はい、というわけで査定振り終わりました。こんな感じですね。5上限で金鉄アンダ製造機以外は全て取りましたといった感じですね。はい、全部金鉄も走ってくれました。で海岸は、なしでございます。青徳が若干多めに取れたかなと思ってますね。はい、で架空集客は61ですね。非常にワクワクドキドキしておりますが、どんな結果が待っているんでしょうか。いやー頼むわ、ギリギリ乗ってくれ、来い、届け俺の思い。うわー近い。はい、ということで思ったよりも伸びませんでした。いやきついっすね。やっぱりこの経験点で P 乗らないか。やっぱ上限のまあ兼ね合いとかもあるっぽいので、いやー行ったと思ったけど、あと2ランクか。めちゃくちゃちょっとこれはまたリベンジしたらできたらいいかなと思っております。はい、といった感じでね、今回ネタ企画でございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では失礼します。 See you.